大木明は、日本の政治家、司会士。神奈川県大和市長。元神奈川県議会議員昭和23年生まれ。東京都出身。青山学院大学経済学部卒業。サラリーマン生活を経て、28歳の時、鶴見大学歯学部に、学士入学し、卒業。勤務医を経て、司会院を開設。1995年の、 第13回統一地方選挙において、新進党より、神奈川県議会議員選挙に立候補し、初当選。2期目の選挙では、民主党より立候補し当選。2003年、3期目当選。2007年、大和市長選挙に立候補し当選。第14代大和市長に就任。以後、4期連続当選し、現在に至る。大木は、 山都市のことを狭い地域に何でも揃っているコンビニエンスストアのような自治体と例えている。これは山都市に米軍の軍用飛行場があり鉄道が参戦走り70カ国の外国人が暮らしているという特徴から来ている。対して横浜市や大阪市といった大都市は百貨店、デパート、有名な観光地のある鎌倉市や熱海市を 専門店と例えている。一方で、何でも揃っているがゆえに、様々な課題が生じているのも大和市の特徴で、取り組むべき課題は多くあるとの見解も示している。大和市では、大木が就任した2007年を除き、2012年まで、毎年度1回、広報、大和にその年に実施した政策を掲載していた。2013年以降は、市内に、 全個配布されるタブロイド型のマトニュースという広報誌に同様の内容を掲載している。掲載してある内容は次の通り。ありがとうございます。